こんにちは、ホイコン TV です。今日もご覧いただきありがとうございます。第27節、浦和レッズ戦、振り返っていきますで。まずは試合結果、こちらです。はい、1対1の引き分けとなりました。でこの試合、ボールは割と札幌が持てたんですが、まあ、チャンスが多かったのは浦和の方でしたかね。まあ、ただ、その浦和も決定力がいまいちで、まあ、その決定力の低さに助けられた試合だったかなとも思います。 まあそういういチャンスを多く作られたっていう意味では、まあ、アウェイで負けずに勝ち点1取れたのは大きかったかなと思いますそれでは試合の方を振り返っていきますでまず前半ですが、まあ、雰囲気は良い前半だったかなと思いますで出足も良くていいパスカットも多かったですしあとセカンドボールもよく取れましたしでパス交換がこう綺麗につながってで狭い空間でこう突破できるみたいないいシーンが多かったと思います まあそういう意味では、まあコンサドーレペースの前半だったかなと言っていいと思います。まあただそのいい感じだったっていうのも、相手のゴール前以外の場所でのプレイが多くて、で、その敵陣でプレイする時間が多かった割には、決定機はそんなに多く作れなかったかなっていう感じですね。で、裏側の方も前からそんなにプレスは来なくて、 で中をしっかり固めて、まあ、外で回す分には OK という感じの守備で、なので裏和の方も省エネに見えたような前半だったかなと思います。で、後半ですね。で、後半は裏和の方も前に出てくるようになって、で、展開がかなりオープンになってきて、でどちらかというと、裏側の方にチャンスが多くなったと思います。 特に松尾、秋元、芝とこの3選手が入ってからはスピードアップしてかなりドキドキする決定機をいくつか作られてしまいました、まあ、ただ浦和の方も最後のラストパスとかシュートの精度がいまいちでその精度に助けられたっていう展開になったかなと思いますで札幌の方もセットされた守備陣の方に攻め込む形が多かったんで まあ、なかなかこじ開けることができなかったんですが、ようやく71分ですね、ルーカス選手のゴールで先制ということですね。このゴールは青木選手とルーカス選手の2人でこう,うまくスペースを作って決めたゴールだったと思います。で、まあ相手の攻撃の精度もまあいまいち悪かったんで、まあ、このまま逃げ切れるかなと思ったんですが、85分ですね、福森選手のハンドで PK を取られて、まあそれを決められて同点ということになってしまいました。 まあ、後半は浦和の方がチャンスを多く作っていたんで、まあ、この PK の勢いでね、一気に逆転されそうな予感もしたんですけど、まあ、そういう意味では、なんとか逃げ切ったって言っていい内容だったかなと思います。で、ルーカス選手ですね、この試合で今季3ゴール目になりました。で、この試合、相手のゴールキーパーの西川選手かなり当たってたと思うんですけど、まあ、その西川選手が取れないところへのコントロールショットっていうことで、 ま、ルーカス選手らしい技ありのゴールになったと思います。で、このゴールをお膳立てしたのが青木選手ですね。で、解説の水沼さんも言ってましたけれどもで、青木選手がドリブルでスペースを作ったので、ルーカス選手がそのスペースを使えたっていうことでした。で、青木選手はこれで3アシスト目を記録ですね。で、海外だと、このゴールとアシストを合算した、えっと、スコアリングポイントっていう指標があるらしいんですけど、 まあ青木選手はゴールが6でアシストが3でこのスコアリングポイントが9となってでこれもチームトップの数字っていうことになっていますでこの数字からもね今期の青木選手が攻撃面にめちゃくちゃ効いてるっていうことがわかると思いますで福森選手ですねペナルティエリアでハンドということで PK 健常となってしまいました で結果的に手に当たりましたけど、まあ、あのシュートをあの一瞬で福森選手こう頭で止めに行ったんですけど、まあ、その頭であの一瞬で行けるんだなっていうことにも驚きました。でまあ、福森選手、この PK の前にもまあボールの処理をちょっとミスをしてで、相手ボールになってしまったりして、まあ、ちょっと試合に入りきれなかったっていうところがあったかもしれません。まあ、埼玉スタジアムで福森選手って言えば、あのルヴァン決勝のね、あのフリーキック思い出す人多いと思うんですけど、 まあそういう相性のいいスタジアムで活躍見たかったところですが、まあ、この試合はちょっと月がねなかったですかね、まあ、試合終わった後も福森選手結構落ち込んで見えましたけど、まあ、こういう時に後押しするのがサポーターだと思いますし、まあ、切り替えてもらってまた次ね結果で見返すしかないですねで心配なのが菅選手の怪我ですね で77分に相手のシュートブロック、坂井選手のシュートですかね。まあ、それをブロックした時に足を痛めてしまいました。であの菅選手が全然歩けなくて、担架に乗って退場ってことだったんで、まあ、相当な痛みだったと思います。でその怪我の状況なんですが、 あの日刊スポーツの保坂さんのツイートによると、まあ、坂井選手のシュートがその強くてでそのブロックをした時に痛めたということで、まあ、次の試合までは時間があるんで、まあ、それまでには回復できるだろうということでしたでミシャもインタビューで言っていたんですけどで前に捻挫をして痛めたところをで同じところをやってしまったということで、まあ、次の試合まで2週間以上あれば大丈夫だろうということです、まあ、菅選手最後の挨拶では自分で歩いてこう挨拶で出てきていたんで まあそこまで深刻なものではないというふうに願いたいと思いますで試合前ですねあの福岡戦で負傷交代していた小前選手なんですが人体損傷というリリースが出てしまいましたで怪我の程度はこの文面からはよくわからないんですが、まあ、人体損傷にもいろいろあって、まあ、軽ければ三週間で重ければ四ヶ月とか五ヶ月くらいの感じだそうです 駒井選手、チームの要で、でここまで、ね、全試合出場ということで、まあ、大活躍だったんですけど、まあ、今季はさすがに、ね、厳しそうな感じですね。まあ、とても残念ですけれども、まずは順調に回復することを願いたいと思います。で最後に残留争いについて見ていきます。でこんな表を作ってみましたで。これが今10位以下の順位表です。で札幌が今勝ち点39で12位というふうになっています。 で、次にこの青い文字のところ見てもらいたいんですけれども、この青い文字は各チームが札幌を上回るために必要な勝利数です。で、こう見ると、どのチームもいっぱいした時点で札幌を抜くことはできません。で、特に京都、福岡、岩場は引き分けもダメっていう感じですね。で、岩田にも抜かれることはないので、対象チームは5チームになります。 でこの5チームのうち2チームがこの成績を残せないと札幌は他力本願でも残留できることになりますで残り対戦相手が一番右のグレーの文字の部分ですねで注目は岩田が全試合でもう下位のチームと対戦を残しているところだと思います、まあ、岩田の試合結果次第でまだ動きがありそうな、ね、残留戦線ですね まあというわけでまとめると、まあ、仮に札幌がここから2連敗したとしても、まあ、他力本願で決まる可能性も高いかなというふうには思います。で次の試合は全試合同じ時間の15時キックオフですね。ということなんで、まあ、他の会場の試合の進行状況も、ね、気になるところですね。えというわけで浦和レッズ戦の試合振り返りでした。次節はアウェイでサンフレッチャ広島戦です。 で、この広島アウェイっていうのがね、もう鬼門中の鬼門で、今までの対戦でまだ一回も勝ったことがないっていうスタジアムになっています。で、今までルヴァンと J1 と J2 合わせて12試合やっているんですけれども、0勝7敗5分けっていう本当になんとも相性の悪いスタジアムです。まあこの辺でね、その嫌な歴史を塗り替えてもらって、勝って残留を決めたいところですね。 このチャンネルではこんな感じでコンサドーレについての話題をお届けしています。ちょっとでも共感できたっていう部分があればいいねボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは今日はこの辺で失礼します。また次の動画でお会いしましょう。それでは。